この番組は東雲研究所の制作でお送りします。はい、始まりました。日常のラジオ東雲研究所編第4回イエーイ。やばい、バイオレンス満載でお送りしてきた私たち。はい、はい、あの先週の放送をお聞きの方はご存知かと、はい、聞いてなかったの方のために聞いてなかった方の、ご説明をしますとですね、はい、先週私たちあまりにもバイオレンスな加減がちょっと、ね、強いではないかということで、まあ、まあ先週どころか今までのパターンで ね、はい、なの で、ね、あの今回4回目は、はい、可愛らしい方向で全体的にいきたいなと、なるほど、ということで、はい、我々個人個人にこう、うん、自分の呼び名を考えて、可愛いと思うもので呼び名を考えてきて、うん、自己紹介をしていこうじゃないかと、うん、そして今週は、うん、その呼び名で呼び合っていこうじゃないかと、うんうんうん、なるほど、はい、ことになっております、はい、そのわけで自己紹介いきたいと思います。はい、博士役の今野天栗ひろみです。おー、かわいいでしょ。天栗むいちゃんの天栗か、天栗ちゃんのこと、ね、天栗ちゃん、なるほど、はい、天栗ちゃん、あ、なんか静かに静かな話、静かに話が見えた。さあ、では続いていってみましょうかね。はい、東雲なの役のモンブラン、古谷静香です。おー、天栗とモンブラン変えたね。変わったね。名前変えようかな。名前変える、変える変える、もう一度言ってます。はい、はい、はい、博士役の今野ホワイトシチューひろみです。おー、じゃあホワイティさんってことですね。ホワイティさん、もっと拍手少なくなったんだけど、ホワイトシチュー可愛くない、ホワイトシチュー、いやいやいや、そっかな、可愛くないって言われましたよ。ホワイトシチュー可愛いですか。イメージとしてはまあなんか白いでしょ、白い感じで可愛い感じでね、白いけど、うん、ほら、まあまあまあいい感じですよ。まあまあ可愛いですね、はい、はい、じゃあ、そして拾われてきた猫、坂本さん役、白石いちご大福みのるです。坂本さん役、白石ペティグリーみのるです。どっちにする？そう、1個にしましょう。1個に。でもなんか食べ物でつながってきたから、うん、いちご大福にするか。いちご大福する、はい、いちごミルクでもいいよ別に。あー、嫌だって言われてる。そうね、じゃあやめとこう、うん、ダメです。うん、いちごミルク先生はやめとこう。じゃあいちご大福、はい、じゃあいちご大福、はい、じゃあちょっと、はい、ホワイトシチュー、ホワイトシチュー、うん、モンブラン、モンブラン、いちご大福、はい、忘れないようにしない、忘れないようにしないと、ね、そうですね、はい、うん、じゃあ可愛らしくいきたいと思います、うん、はい、ホワイトシチューです。可愛い、いちご大福です。僕だって、はい、そんな3人にお送りしていきたいかと思います、はい、お送りしたいと思います。行きましょう。それでは普通歌のコーナーです。そうだから行きたいと思います、普通歌のコーナーです。はい。どうしました、いちご大福さん。ちょっと無理が来たみたいな。大丈夫、大丈夫、頑張って、うん、はい、東京都にお住まいの AI さんからいただきました。ありがとうございます。皆さん、珍しいペットを見たことはありますか、ということなんですけれども、ペット、珍しいペット、珍しいペット、見たことがある、うん、珍しいペットではないですが、最近お家で見かけたことがある変わった動物は見ましたけど。え、何ですか。ハクビシンを見ました。え、ハクビシンって何、あの、体はイタチのようなんですが、うん、顔が、タヌキみたいな形のものでして、うん、あのちょっと前に、うんうん、うちのこう家の屋根裏がすっごいドタ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 してたんですよ。猫かなと思ってたんです。はい、したら、あの大家さんに、あの会った時に話をしたら、うん、最近ハクビシンが屋根裏に住み着いてたという話で。住み詰め、野生の野生動物だ。へえ、住み込めるもんなの。野生に住み込んでる。屋根の上に住んでるんです、うん、たまに。え、東京都出身。いやいやいや、東京にいるんだって本当に。意外とこれ、あの、いや、じゃなくね、うん、どこ出身なの。僕、うん、そう、いちご大福ちゃんは、うん、違う違う違う、ハクビシンは、ハクビシンは、うん、日本の動物ですよ。まあ中国から輸入されたらしいんですけど、え、どこに出身？あ、意外と都内にもいます。都内にもいます。実際にあの野生動物のその駆除対象になってたりする、あの動物なんです。本当にいるんです。調べてみればわかると思うんですが、まあイタチ的な扱いで、うん、おー、そうなんだ。この間家に帰ろうとしたら、飼ってんの？いや、飼ってない飼ってない。この間家に帰ろうとしたら、なんかこう
なんていうの、自転車にこう乗ってて、ライトがバーって光ってるじゃない、うん、したらなんか目の前よ、あ、猫だと思って、猫は通ったけど、いや、明らかに猫じゃないと思って、あ、なんか細長いものかと思ったら、それはハクビシンでした。ハクビシンなんだ。ハクビシンを、大家さんの家のこう軒下に向かって、ハクビシンが突っ込んできました。本当ですか？ハクビシンは、はい。うん。何ですか？ハクビシンは、はい。まあ、イタチみたいなものだと思ってください。わかりやすく言えば。白い、うん。美人ってこと？なんかそういうイメージが感じますが、全く白くなかったです。あ、そうなんだ。はい。タヌキみたいでした。ハクビシンは、うん、またこだわり出したね。ホワイトシチュー。何してんの？何が？何してんの？その時はね、あの、家族連れだったみたいでね。家族連れだった？うん。親1匹に出して子供4匹いた。で、あの、駆除の人が入ったんだけど、うん、あの、親と子供1匹逃がしたっていう話で。捕まえ損ねたっていう話で、またどうやら戻ってきたらしく最近。じゃあ、いちご大福ちゃんの、家の、そうなの。中にまだ。最近ね、屋根裏がトタトタ、トタトタ言うの、なんか足音が。確実にいますね。ハクビシンって屋根に住むんだね。うん、そうなの。そうですね。あの匂いとかその糞尿とかで、あのそういうあのなんていうの、あの被害が出たりする動物なのよ。へえ、そうか。そうなの。今いたね。いたね。あの今なんだっけ、うん、あの。なんだい？あの、そのいるよ、うん、いるね、おならが臭いやつみたいなやつ、それはイタチね、だからイタチの最後っぺとかあるけどの、うん、まあまあ種類みたいなもんだと思ってる、だから臭いんだ、うん、まあ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 、まあ、いるよ、ね、さっきから何かいるね、何かいるね、なんかいるよ、ね、ハクビシン見たい見たいな、白星はありますよ、ハクビシンだから、そう、山、いや、そう、実際ですけど、いやいやいや、ハクビシンじゃなくてもあるから。あの、山梨のなんかリス園みたいなのがあって、うん、そこには、あの、ハクビシンの剥製ありますよ。この間見たことありますわ。友達と行って。そうか。まあ、そんな感じですね。え、なんか家から連れてきたんじゃないですか。いや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 。いますよね、さっきからね。いちご大福食べるかな。いちご大福も食べると思うよ、多分。なんか、これはハクビシンじゃないけどね、完全に今動いてるからね、うん、風坂本さんだけどね、うん、なんか若干なんか虫が動いてるみたいな感じ聞こえなくもないんだけどね、都内すげーな、すごい、そんなのがいるんだ、意外といるんだよ、意外といるな、意外といるんだよ、うん、びっくりする、うん、驚きですよ、なんかありますか二人は、あーなんかあれですよ、カモシカ、カモシカ、カモシカはペットじゃないんですけど、うん、秋田出身なんですけど、うん、すごい田舎なんですよ、うん、で普通に猫と犬とかと同じようにカモシカが街を歩いてますね、質問、カモシカってなんだ、カモシカ、うんと、あれだろ、あれだろ、田舎でもだってほらいるでしょ、え、カモシカってさ、江戸鹿みたいなの、あ、鹿か、鹿で、え、何、何だと思ったの今、何を想像してたの、ホワイトシチューは何だと思ったの今、カモ、カモ、そっち行っちゃった、何、頭はカモの種類だと思ったんだ、鹿の形をしたカモだと思った今、鳥、鳥だと思った、なるほど、ネギとかしょってそうな感じだと思った、あー、はーじゃない、それ俺が言うセリフだ、そう、鹿ですね、うん、鹿か、いやでもあれは結構おとなしいんですけどね、はい、可愛いですよ、カモシカはカモか、カモじゃない、シカシカシカ、間違った、カモじゃないよ、カモシカはシカか、シカですよ、リアルに言ったね今、はい、もうちょっと次の対策聞いてみましょう、はい、はい、北海道の北海、私も北海道出身だよ、北海道の S1 さん、私 HK だ、はい、博士はケーキが大好きだと思いますが、うん、一番好きなケーキは何ですか、おー、うん、ケーキ、ケーキ、ケーキ、モンブランは、モンブラン、モンブランはショートケーキ、ショートケーキ、おー、ショートケーキ、いちご、いちご、でもいちごはあんま好きじゃないんですよね、あ、そうなんだ、うん、だから一番最初に食べちゃいます、おい、ショートケーキのいちごはさ、いつ食べる、一番最初、うん、一番最初ですね、一番最初か、じゃあごめん、嘘ついた、嘘ついた、うん、嘘ついたのか、ごめんね、嘘ついたすまんない、で、どこか、え、悪いんだけど、すいません、あれですよ、ショートケーキ一口食べてからいちご、二番目、二口目で食べる、それは何故ですか、いや、なんかね、
最初にまずなんかショートケーキのその、うん、なんていうのショートケーキを食べたいから、うん、最初にイチゴ食べちゃうとショートケーキっぽくなくなってしまう。ただのなんかクリームのケーキになってしまうから嫌で、一口だけ食べて、うん、後でイチゴを食べる。ダメです。あれかな、あの三角の方から食べる、うん、四角い方から食べる。あ、三角の方からこうなってる方から食べる。尖ってる方から食べるかと思って。そうです、そうです。ダメです。ダメですよ。あれどっちから食べる？私は尖ってる方から食べますね。俺も尖ってる方から。そうか。ごめんなさい、なんか逆ですか？いちご大福大丈夫？だから今むせちゃって、今声がすごい変わった感じになったね。可愛くないぞ。変わってきている。可愛くないぞ。声が大丈夫です。あの、なんでしょうね。あの、可愛い声を出そうとして無理にやったし、せいかこんなことになったね、完全に。結果ね。結果こうなっちゃった。渋い感じでしたね、これね。お、じゃあ渋い感じで。オッケー。オッケー行こうか。大変ですね。悪いんだけど。ソリ。まあそうですね。まあちょいちょい可愛くしていってくれれば、はい、その渋い感じで。本当変わったね。なんかね、急にね。うん、しっかりー。大丈夫かーい。すごい、俺プロとして全然これ良くないよね、完全に。ライさんが悪いんですよ。いやー、まあそうです。進めて。はい。進めて。で、なんだっけ。ケーキ。あ、ケーキ。あ、何ケーキが好きかって話です。そうだ。僕はチーズケーキ。き、あの硬いやつ。あ、いや、柔らかいやつ。上がテカテカしてない。そう、あのレアチーズに近いような柔らかいのが好き。ああ、うん。あの焼いたやつじゃなくて。ん？ケーキはでも焼くぜ。だんだん。生ケーキ。あの、あ、でもわかります。あ、ベークドチーズみたいなやつ。硬いやつじゃなくて。じゃなくて。もっと柔らかいやつ。ベークドとレアの真ん中ってこと？ジュワってしてるんですか？あの、一番好きなのは、あの、コージーコーナーの、うん、チーズケーキが大好き。わかる。あの、ちょっと柔らかいのが好き。美味しいですよね、うん、あれ美味しい。私も大好きです。あそこ のチーズケーキとエクレアだけは本当に天才的にうまいと思う。確かに、うん、美味しい。美味しそう。チーズケーキと、ね、本野さんはプリン好き。あれーケーキだったよ今。あれ先生、いや、コージーコーナーの話してた。あ、なるほどね。コージーコーナーのプリンはいいと。あ、違う、あの、いろんなプリンが好きなんだけど、うん、あのじゃあプリン関係ないじゃん。いろんなプリンが好きって言ったらコージーコーナーの話もあんまり関係ないじゃないですか。それプリンが好きなんですよね。プリンが好き。なるほどね。あのケーキは、ケーキは、うん、ケーキ最近食べてないの。うん、だから最近食べたケーキじゃなくてあのどういうケーキが好きかなっていう今話を僕とフレアは聞いてるんですよ。そうですね、聞いてるか。あの丸いやつが好き。あのホールケーキ。だからホールケーキにも種類があるんだっつうの。聞いてるか。聞いてるよ。あのわざとだろお前。これなんだよ。大きいケーキがないよ。ケーキはなんかウィンドウに並んでるのを見て、うん、好きなやつを買って買いにないから、うん、今って言われるとどうしようと思うけど、まあでも大体ショートケーキだよね、うん、普通の、うん、できるなら丸いままでなんか、うん、だからその丸いままのやつは何かっていう話を、どうしよう、どれにしよう、僕たち聞きたくて仕方がないんだ。どれにしよう、おちょくってんのか、怒られてる、うん、どうしよう、どれにしよう、どれがいいと思う。じゃあ、あの、我々考えてみた。じゃあ、どうしようなそんなに悩むことなの。悩む、だって大本当はケーキ好きじゃないんじゃないの。うんと、じゃあ次、あの、思いついたら教えて。はい、じゃあ次、そうですね、自分の体のバッテリーが切れたらどこから充電しますか？福島県 TY さんからです。バッテリーが切れたら。うん。おお。まあ、どこから充電するか。喉？ああ、さすがですね。やっぱ喉かな。管入れるってこと？管入れる。充電器ですか？充電器。それ病人的な感じでいけばね。うん、これ充電器をバッテリーをどこに刺すかってことでしょ？どこに刺すか？何が？違う、そういうあれじゃないって。自分の体のバッテリーだからエネルギーが切れたってことでしょ。そう、エネルギーが切れたらどっから補充するかってことでしょ、うん、そうするとあなただってことは、それはあれだ、栄養剤で注射を打つからどうしかないじゃないですか、最終的には。あ、そういうこと、そういうことじゃないの。違う、あなた何と思ったの今。え、充電するためにどこに充電器刺すかって、うん、でも、まあ、そういうことでもあ
ありますね。ありますけど、ってことは今野さんは自分の体のバッテリーが切れたらどっかに刺せるっていうことですか。いや、刺せませんけど。でしょ。あの、刺せたらいいなみたいな、あの妄想の話から。じゃあその流れでいくと、コロさんどこですか。どこですかね。どこがいいんですか。うん、それ僕に聞かないでください。どこからだったら回りやすいかな。どこだろう。どこだろう。鼻。それ穴が開けたとかする。絶対そんな愛なのないでしょ今の。スポーって入れるんでしょそれ。今ちょっと想像しちゃったじゃないですか。絶対ね今そうだと思った。充電器の形って。うん、充電器の形。うん、何？コンセントだったんです。コンセントだよ。ですね。これ大丈夫？疲れてない？もう。まだそんなに話してないけど、今日は何？お疲れな感じ？聞いてるか？元気ですよ。本当ですか？よかった。はい、充電器の、うん、はい、つなぐやつの、うん、携帯電話ってことでいいんだよね。だから自分のバッテリーがっての携帯電話のバッテリーじゃなくて充電器を挿すかの話。あなたの話に今合わせたんですよ。今最終的には何だからそのバッテリーのなんか想像しうるなんかこう充電器の形って、うん、携帯電話でいいのか。形こだわるな。じゃあだから携帯電話をコンセントに挿しまして、挿した、ね、コンセント、あの充電器を挿しましたね、うん、でじゃあその先にあの携帯を挿す、ね、うん、プラグがありますわ、うんうん、でそれを自分の体にどっかに挿せると、うん、すれば、うん、このさんどこに挿しますか。あ、どこがいいかね。どうしようか。じゃあ、まあ一番わかりやすくのは、うん、口か。なるほどね。うん、はい、うん。に入れればいいんじゃない。はい、ダメです。ダメだそうですね。はい。じゃあまあちょっと考えてくださいね。そうですね。考えること増えていきますね。はい。はい、さあ、そんなわけでございまして、ふつおたのコーナーでございました。リスナーの皆さんからのお便りどしどしお寄せください。お便りはランティスネットラジオのメールフォームから送ってくださいね。はい、お願いします。うん。うん、続きましてこのコーナー悩む本のタイトルのコーナーです。はい、このコーナーは本のタイトルだけ送ってきてもらって、そのタイトルだけでパーソナリティの私たちがどういう話かを決めつけるコーナーですと。はい、ですね、今回は今日も来てますか。はい、来てますよ、うん、東京都ニッチもサッチも改めニッチもアームストロングさんからです。はい。いきなり改めちゃったんだろうね。なんか書いてる途中で気が変わったんですよ。そうですね、変わっちゃったんでしょうね。もしもいつもは出してる、いつも他のラジオ番組から出してて、日記もさっきもどうにもこうにも、そうですね、止まらないみたいなね。止まらない。うん、でアーム何？アームストロングさん。アームストロングさん。はい。だいぶ結構変わりましたね。シモっていうジャズの歌う人がいて、あ、そしたらルイ・アームストロングって名前なんです。あ、そうなんだ。サッチモっていうジャズ、ルイ・アームストロングのあだ名がサッチモ。あ、そうなんだ。ルイ・アームストロングの、そう、ガマ口のみたいな口をして歌うから、へえ、ガマ口はサッチモって言って、ルイ・アームストロングってあの素晴らしきこの世界の人ですよね。わーわーわーってやつですね。そのこと引っ掛けてるってこと、なるほど、はー、ためになったね、ためになった。なんかこれでメール完結したみたいな感じですけど、じゃあ、読んでいきましょうかね。そうですね。はい。いきなり本のタイトルではなく申し訳ないのですが、うん、知っていたら教えていただきたいと思い筆を取りました。はい。都市伝説だと思っていたのですが、どうやら、刈り上げという人物が本当に存在しているということを、うん、先日私の祖父からですね、うん、聞きました。うん、何やら刈り上げは、ほんにゃらごほと称しながら、たちの悪いいたずらをして、育業かな？なりわいじゃないか？育業ってなんだお前。おう。たちの悪い、そうだ。たちの悪い、何なんでしたっけ？なりわい。なりわいを立てているらしいのですが、それ以上、祖父は語ってくれませんでした。うん、もし知っていたら、詳しく教えていただけると嬉しいです。え、刈り上げって頭にあるやつじゃないの？うん、頭にあるっていうか頭にする。する。刈り上げや。これはつまり、妖怪？刈り上げくん。本の話が。刈り上げくん？刈り上げくんという。そう。刈り上げ？刈り上げくん？これは都市伝説だと思っていたのですが。うん、これ何が聞きたいのかな。これは逆にその
刈り上げという人物がとは何か実在しているっていう話を聞きたいのか、もしくはその刈り上げという人の話があるってこと？え、詳細実物の人物ってこと？うん、え、実物って実物でね。どうやら人物ってこと？その詳細を知りたいってことですよね、うん、多分ね、刈り上げという人間の。おじいちゃんが、そう、どうやら存在しているらしいという。ほんにゃらほんにゃらほんにゃらごっこほんにゃらごっこか。何すんの、ほんにゃらごっこって。ほんにゃらほんにゃらって。え、ほんにゃらほんにゃら。いや、それ何々ごっこ的なことでしょ、それ。何々ごっこってこと？多分。え、おままごとごっことか。何？なんかなんだろう。おままごとごっことか。うんうんうん。うん、まあそういうことですよね。ですね。え、なんかあれかな？あやかし。あやかし。あやかしなんではないでしょうか。これは。刈り上げっていうね。そうです。妖怪なんじゃないか。妖怪刈り上げ。なるほど。うん。え、それで。ここに住んでるの？頭に住んでるの？いやいやいや、たぶん、たぶん。え、どこと？たぶんね、うん、あれですよ、うん。世の中にいる人を全部刈り上げにしていく。うん、あ、妖怪なんですよね。そうそうそう。で、刈り上げにして、で、だからそのなんか、刈り上げにした人たちと一緒に、ほんにゃらごっこをする。そう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 。恐ろしい。で、ほんにゃらごっこをやって、ダメだった人は、唐揚げにされるっていう。あ、もう。そう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 。そういう話なんですよ、多分。で、食べられると。そう。刈り上げにね。刈り上げに。うん。唐揚げにされちゃう。唐揚げにされて。うん、そうそうそう。そうですね。最終的には刈りメロにされるっていう、ね。そうです。そう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 。すごい好きだって、刈りメロ。大好き。そこ拾っちゃった。こっち拾ってよ、今。そっち拾った。そこは、ほどほどに流してほしかったんだけど、僕の中では。嘘だから、超好き。いや、だからそうじゃなくて。そっちはほどほどに流してほしかったな、うん、そうなの、うん、あ、そうそう、そうですね、あ、刈り上げね、多分そういうことですよ、で、唐揚げ食べると、そうそうっていう話を聞いたんだけど、うん、コロさんなんか知ってます、その刈り上げについては、刈り上げ、うん、出ますか、コンノさんの近くでは、うちの近くの刈り上げは、うん、狩りをしたものをあげる、あ、なるほどね、まさに読んで地のごとくみたいなね、そうそうそう、買ってあげる、うん、買ってあげる、なるほど、というお普通の人がこうバーンみたいな、なるほどね、打って打って鳥をバーン、うん、焼いてさ食ってさ結局から揚げみたいな、煮てさ焼いてさ食ってさそれをどうしたんだっけ、なるほどねみたいな、ちょっとかぶせみたいなことなのねなっていくと思う、なるほど、え、はい、あの古谷の近くの刈り上げはどうだろう、私の近くの刈り上げは夕方に現れますね、夕方に、おお、そうですね、なるほど、スーパーによく現れるらしいんですけど、スーパーに、うん、刈り上げじゃね、それ刈り上げじゃなくてだよね、今あれ違ったよね、今もうちょっとあれおかしいな、なるほどね、うん、おー、まあでも実際その刈り上げっていう人にね、うん、会うとそんなに、ね、刈り上げってさ、うん、どういうタイミングでしようと思うんだろうね、待って、もしかしたらただ一緒に刈り上げを食べたいだけかもしれない、あ、なるほどね、はい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 、ちょっとかわいそうな、ごめんね、でも今さっきちょっと申し訳ないんだけど、うん、今古谷が言ってることと今ね、コロナが言ってね、求めた答えとかね若干違う方向だから、どっちを正解にしようか、とりあえずあの人は、ホワイトシチューから、ホワイトシチューはね、ホワイトシチューちゃんから、なんか刈り上げてどういうタイミングにするのっていう、よくわかんないこと言ったんだけど、うん、え、なんかどういう心境でどういうタイミングで刈り上げにしようと思うんだろうね、あ、なるほどね、それはね、多分きっと何でしょうね、学校でスポーツをするとかそういう時には刈り上げでしょ、あ、お寿司を握る時とか、あ、料理する時とかとかね、髪の毛がね、刈り上げね、うん、刈り上げ、だから、あ、そう、だから何何納得したの今、料理する人だから、うん、唐揚げもできるなって思って、なるほどね、はいはいはい、そうですね、刈り上げイコール料理っていう、料理、確かに、なるほど、あ、そういうことですか、じゃあ彼はもともとは料理人だったのかもしれない ね、 そうですね、刈り上げさんは、刈り上げさんは、うん、で、うまくやっていけなくて仲間を増やそうと思って、うん、刈り上げ、刈り上げ仲間を、仲間、バリカンを持ってこう、刈り上げババアになっちゃった、刈り上げババア組んだってあなた今女性なの、ババアってことは女の方だったんです、女性の方か、そうか、そうか、そうか、ちょっと私違かったイメージが、俺も違った、ごめんごめん、悪かった悪かった、間違えた、ご
めんごめん。でも良くないですよね、刈り上げイコール男性っていう考え方。そう、確かにね、そう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 。なんかそれね、洋楽のね、アーティストさんとかでもね、こう刈り上げたりしてる人いるからね。妖怪刈り上げババアでじゃあ、ひどい言いよう、ひどい言いようだったね、完全にね。フォローが悪い子はいねがーってこう、あのあれじゃ刈り上げを持って、なんか私の地元にいる、悪い子はいねがーってこう刈り上げにするわけだ。なんか知ってるよ、その鬼。ちょっと妖怪っぽい名前つけたいなって思ったな。そう、刈り上げババアみたいな、みたいな。なるほどね、イメージがこう、なんかちょっと昔猫娘だったからってね、そういう方向でね。なるほどね。あって、ほら可愛いって刈り上げババア。なんかね、阿弥陀ババアみたいな感じだね、完全にね。ちょっと可愛い。なるほどね。はいはいはい。可愛い妖怪なんですね。はい、じゃあ悪いことすると、妖怪が、妖怪刈り上げババアやってくる。やってきて。やってきて、唐揚げにされる。唐揚げされちゃうので、皆さんじゃあ、お気をつけください。お気をつけくださいませ。はい、ね、気をつけて帰ってください。そんな都市伝説です。はい。はいはい、そんなわけでございまして、リスナーの皆さんからのお便りどしどしお寄せください。お便りはランティスネットラジオのメールフォームから送ってくださいね。はい。さあ、そんなわけでございまして、番組もそろそろ終わりとなりましたが、はい、いかがでしたでしょうか。うん、可愛くできた、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 かな、可愛い。まあ途中から完全にみんな忘れてたからね。普通にコンナさんとか言っちゃった、ね、確かに。うん、静香ちゃんって言っちゃった。静香ちゃんもね言っちゃった、ね、うん、じゃあやり直そう、ここからやり直す。はいはい、はい、いちご大福、いちご大福、モンブランとホワイトシチュー。はい、ホワイトシチューは、うん、今日はですね、うん、あ、そう、ケーキね、ケーキどうしよう、うん、まだ覚えてたんだ。考えてますか、うん、何にした。アップルパイはケーキかな。アップルパイにさ、アイスクリーム乗せて食べたら美味しいよね。あ、まあまあまあ、近いとこではあるからそれでいいよ、うんうん、アップルパイですけどね。アップルパイだけどね、うん、ケーキじゃないけどね。なんかチョコレートケーキとかいろいろあるじゃない、種類的には。あ、ザッハトルテ、あ、違う、ガッハトルテ。だ、それもうケーキじゃないって。もうどういうケーキかわかんない、それ。デザートではあるけどさ。ガトーショコラだ。ああ、はいはいはい、ケーキだ。ようやくまともな答えが。ガトーショコラ作るよ。おー、ケーキの名前初めて聞いた。本当に作れるんですか。作りますよ。じゃあ今度ぜひ。なるほど、はい、うん、よかった。そんなわけでほら、まとまった。おまとまった。あなたがね、あなた個人的にはね。よかった、よかった、まとまった。ダメです、はい、ダメです。モンブランはどうでした。モンブランはですね、うん、なかなか妖怪さんちょっとお会いしてみたいなと思いましたね。妖怪刈り上げババア、うん、そうですね。どんな姿なのかなって。そうね、どんな姿なのかしら、うん、あ、なんかババアと言うけど可愛いのかもしれない。そうね、なと思って。妖怪だぞ、帰るぞ。ババアではないじゃん。もう若いですね。若いじゃん、うん、それなんかすごいちっちゃい感じの人がこうやってくる感じじゃないですか。うん、なんかそうですね。130センチぐらいのこう人が。え、そうなの？私これくらいかと思って。そんなちっちゃいの？ちっちゃ。すげえちっちゃい。今あのこの10センチぐらいの。そう。ガキって。うん。うん。そう。妖怪なの？って。なるほど。刈り上げですよ。刈り上げそうって言うんだ。なんかなかなか出会えなそうです、ね。そうだね。うん、見つけるのが。そのちっちゃいのに唐揚げにされてしまうって、うん、なかなかの。そうそうそう。厳しい戦いだね。うん、そう。なるほど。わしゃ唐揚げにするぞーって。わしゃ唐揚げにするぞ。わしゃってなんてどういうこと？え？私が唐揚げになるってこと？あなたを？ババアだから。ああ、わしゃっていう。うん。なの。わしゃ唐揚げにするぞってよく日本語として意味がわかんないけど、まあまあいいや。うん。はい。はい。まあまあ、みたいなイメージです。なるほどね。まあまあ大福としてはね。はい。思ったより広がったなっていうので超驚きな感じでしたね。何が？唐揚げが。ああ。そうですね。ね、これ難しかったよね、うん、でもね。なかなかね。今日のお題は全体的に難しい。なるほど。簡単なのをください。はい、そんなわけでね。はい。そんな博士からのダメ出しも出たところで、それでは皆さんまた次回お会いいたしましょう。はい、お相手は、博士役、紺野ホワイトシチューひろみと、はい、東雲菜々役、モンブラン古谷静香と、坂本さん役、白石いちご大福みのるでした。この番組は、東雲研究所の制作でお送りしました。終わります。まもなく始まります。
東雲研究所の制作でお送りします。はい、始まりました。日常のラジオ時定め高校編、今日は私たちのトラウマを紹介します。長野原美代役の相沢舞です。トラウマはホルモン、そして愛を言う子役の本田真理子です。私のトラウマはブランコ、そしていつもクールな水上舞役の富樫美鈴です。私のトラウマは G。 以上、この3人で番組を進行していきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今まで今日のね、スーパークローズ始まったけど、ね、うんうん、テーマは、はい、トラウマ、みんなのトラウマを地獄、うん、何何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 何でした。はい。でした。トラウマだよ。ホルモン。そうだよ。私のトラウマ、ホルモン。みんなのトラウマを聞きたくなったよね。うん、そう、なんかね、うん、マリリンがね、今日のテーマどうしようかって言ってたら、うん、トラウマがいいって。そう、すごい明るく言ってたね。トラウマ、うん、トラウマで始まるの、新しいじゃん。オープニングトークだよ。そうだよ。でも新しいでしょ。じゃあまずはモイモイのトラウマから聞いてみましょう。ホルモン。誰だよ。誰だよ。焼肉屋でさ、ホルモン、でも、うん、ホルモンって種類はあるけど分かんないんだけど、うんうん、ちょっと大きめのね、ホルモンを食べたら、うんうんうん、詰まったのさ、噛めなかったんだ。詰まって、うんうん、どうしようって思って、この、うんうん、あるさ、喉に。あるさ、飲もうとしたら、鼻の奥に入って、もう本当にダメかと思った私は。で、それつまり、あれだよね、なんかちょっと鼻の上乗っちゃった感じだよね。そうそう、鼻に入るじゃない、うんうん、こう、水とか逆に。そうそう、ね、入るの、そこに。なんかね、すごいね、ほんと大変だった。え、だってさ、つらいよ。呼吸できないじゃん。でもなんか、ぶつかないみたいな。あるよね。なんで、米粒とか入っただけでも痛いよね。そうそうそう、痛い。なんかね、ほんとね、もう、取れたもんね。もう、食べられないもん。大丈夫。ダメだね。ガチ心配だよ。ダメだよ。ダメだった、もう。すごいね。え、じゃあそれ以降もと、食べない。あんま食べない。あんま食べてない。食べない。怖いよね。それはね、詰まっちゃったら怖いもんね。なんか、なんか、何をトラウマを楽しんでいるの？ニヤニヤしながら。え、ほらよ！新しいよ。マリリンの、ブランコ？ブランコ。うん、ブランコはね、うん、ちっちゃい頃というか、うん、保育園通ってた頃に、園内にあるブランコを、すごい得意で、楽しく遊んでたんだけど、うんうん、まあ、なんか、みんなの予想通り、落ちたよね。背中から落ちたよね。あ、てか頭？後ろに。後ろに落ちたんだ。うん、後ろに落ちて。あ、それで、うん、それで、あ、え？何何？何何？大丈夫だよ。何でもないんだよ。気にしなくていいよ。大丈夫だよ、ほんと。続けて続けて。うん。落ちようとない。最初から大丈夫だよ。頭から落ちて、で、それ以来、ブランコを乗ってる人見るのもダメなの。あ、怖いんだね。って音とか、うん、もうあの揺れてる動きもダメ。うん、それまで楽しかった。もうダメ。かわいそうすぎる。それで、私は、ちょっと待って、大丈夫だよ、もう私たちで支えていこう。そうだね、頑張ろうね。笑ってるけど、すげえムカつく、なんか。笑ってるけど、私そんなえ、でさ、バッシーの、何これ、G？ G。G？ よく言うじゃん。G って言うでしょ。あ、何何あれだよ、G だよ。あの、早いやつだよ。黒くて、速くて、たまに飛ぶやつ。かかるやつじゃないよ、かかるやつ。それじゃないよ。びっくりした。うん、G ね。そう。知ったかね、なんか別の重力ね。重力の G もあるけど、そっちじゃないよ。そっちの G じゃない。本当に間違ったの、今。何何あ、ほんと、あの、虫的な。黒くて、速くて、早くて、たまに飛んで、うん、私たちを怖がらせる。G って言うんだ。あ、そうそう、怖がれ言わない。そうなんだ。あれなんかでも結構 G って、うん、その、お店とかでも、あんまりほら、ゴキブリって言葉を出しちゃいけないから。そうなんだ。そうそう。そうなんだ。しばらくはちょっと、ジェネレーションギャップだよ。嘘だよ。そんなことないよ。ほんとに。あ、じゃあ、え、言う？うん。そう。いや、私ちょっと待って、これだけなんじゃ、私これだけなんじゃ。そうじゃあ、その5。そう、そうそう、ブラックダイヤが。ね、なんか、いないんだよね。
北海道、私は北海道出身で、うん、出ないんだよ。あ、そうなんだ。寒いとこいないんだ。うんうん。うん、だから、まあ最初に見た時もびっくりしたけど、うん、この間ね、うん、友達の家にいたのね。うん、友達の家にいたら、多分、他の隣の家の人とかが、炊いたんだよ。うんうんうん、あ、バルさん。そう。うんうん、だからかもしれないけど、うん、すごいでっかいのが、うん、あ、こっち来たんだ。そうそう、全部来たらしくて。隣が早いせいで。だってその日、私、その子の家にいて、うん、何匹かな。計4匹、うん、見つけて。それは、そう、私がセンサーみたいだったのか。祭りだね。祭りは大騒ぎだよ。最終的にはもう友達戦士みたいになってる。うん、そう、それでもうトラウマですよ。そっか。怖いね。で、うん、マリリンはみんなのトラウマ知れてよかった？うん。はい、じゃあ満足したところで、ね、笑顔だね。では普通の行きましょう。はい、はい、はい。東京都 SH さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。朝起きたらまず何をしますか？ん？ん？ああ、ざっくりきた。ざっくりだな。でも朝起きたらってなんか人によってちょっと違うよね。うん。なんかあれだよね。うんうん。本田は前も、うん、前の回でも言ってたけど、うんうん、体操ね。体操、うん。そう、昔ね。あ、そっか、もう今やってないね。過去の話ね。昔、ちょっと、ちょっとダイエットのために体操していたね。うんうん、じゃあ今は、うん、今は、したいという欲望はあるよね。うん。願望？うん。うん。まあ、でも今は、普通に朝起きたら、二度寝をするよね。うん、気持ちいいね。ね、だからね、大丈夫なの。そのために、目覚まし時計を結構早めに設定して、うん、あ、それすごいわかる。二回鳴らすから、一回目で、うーんってやった後に、二回目で、やばい、起きなきゃって。二度寝のため、二度寝タイムを取ってるのね、朝ね。取ってるの。うん、いや、でも二度寝の方が気持ちいいよね。うん、そうよ。わ、うん、からないでもない。うんうんうん、いや、ほんと、マリリンは、ちょっと、先週からさらっとね、マリリンって呼ぶことにしてんだけど、頑張ってるんだけど、朝はいかないね。うん、いマリリンは二度寝をする。で、うん、もいもいは。もいもいは私は、ホンダ体操した後、ホンダ体操を継続してるんだ。スタート。あれね、ミニトマトを食べるの。ミニトマト、ね、ミニトマト。何それ朝一で朝一で。トマトが食べたくて、しょうがないの。最近。健康じゃないの？なんか食べたくてしょうがないの。その衝動に駆られて。そう。やばい。やばい。なんで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 休憩好きかな。休憩好きまず、寝ぼけまなこで台所行き、うん、こう、冷蔵庫開けて、うん、ミニトマトを取って、ミニトマト洗うの。うんうん、寝ぼけながら。ミニトマト。だいたい4つぐらい、うんうん、で、食べて、うん、それで1日が始まる。スッキリする？スッキリするね、なんか。あでも酸っぱいですね。程よい酸味と、うん、甘みが。なんか、そんなに好きなんだね、トマト。そう、ストックしたの。へぇ。でもトマトっていいらしいよ。うん、今日もうち来ると冷蔵庫にはミニトマトが。あ、ほんと？そっか、だから細いのか。そう、でもなんかご飯とか食べる前に、トマト食べるといいっていう理由は聞かないで。何？そうなんだ。そういう噂があるよ、みたいな。理由は聞けないけど、そうなんか、リコピンなの？リコピンはね、リコピン的な何かが。前の友達に泊まりに行った時もミニトマト持ってたの。うんうん、そう。朝ないと嫌だから、ミニトマトをこう、わざわざ、ミニトマトだけ持ってって。うん。わからないでも。あ、そうだ今日考えたよ、今。どうしよう、朝にすんの、朝。朝起きて、二度寝取られたから、うん。ミニトマトもないよ。最初からないわ。マッサージする。マッサージどこ、うんマッサージする足。足を、うん、足の裏マッサージする私。あ、なんか。体柔らかいんだね。うん、柔らかいからマッサージする。柔らかい人。朝起きたら私届かないよ。足そうだね。朝は結構硬いよね。バキバキやから。うん。やばい、本当に。やばいよ、ちょっと待って。でも届かないわね。やばい。やばい。やばいよ。やばいよ。うんでも、うん、あれか、ホンダ体操をしてくれてるから、してるから、うん、柔らかくなるよ、そのうち。遠いんだよ、きっと足の裏が。どういうこと？あんたすごいポジティブに言われ始めたけど、どうすればいい？足が長いと言いたいの。そういうことは、足が長くて、手が短いってことで。ちょっとやめてあげても、ちょっとやめてよ、もいもいが今一生懸命言ってんだから。わかったよ。はい、なんか人それぞれだね。ねえ。うん。マッサージだって。マッサージか。じゃあ、うわ、なったよ、なんなんだよ、もう。あ、いくよ。はい。
うんと、うんうん、東京都特許、ん？特許局、許可局と10回言ってください。青森県 DK さん、これ同じ人じゃね？同じ人じゃね？同じ人だよ、これ。東京都特許局、許可局。東京都。誰から行くの？誰から行くの？私もいい。私からだったから。じゃんけんする、じゃんけんする。そう、じゃんけんするの。じゃんけんだ。じゃあ、最初はグー、じゃんけんぽい。行ってみよう。じゃあ、本田が。今ね、今マリリン負けたからどうぞ。負けました。行きます。東京都許可局、許可局。あ、何言ってんの？あれ？東京都特許局、許可局か。合ってる？じゃあ、行きます。東京都特許局、許可局。東京都特許局、特許局。東京都特許局。特許局許可局東京都特許局特許局東京都特許局特許局東京都特許局皆さんへ次のメールが届いておりますまさかの読みます愛知県 HI さんからいただきましたありがとうございますありがとうね皆さんへこれまで見た夢で人とは一風変わった夢を教えてくださいだからな楽しい内容だねそうだねよかったなんだっけね忘れよその前のことは何もなかったそうだね何もなかったね夢って見る夢すごい見るあ本当もいもいの夢をじゃあ聞こうじゃないか見ない見ないの見る見る見る私もあ見るんだほんとなんか見ないイメージがあるえそうなんかぐっすり寝てそうなイメージちょっと待って。ちょっと待って。じゃあ、もう一回の話を聞いてみようか。そうだね。どんな夢見る？あ、じゃあ、思い出す間に、じゃあ、ね、ガッシーの夢は？ 5 秒って言ってんだよ。嘘。振るんだ。マジで。振るんかい。私も結構でも夢見るけど、うん、なんか最近怖い夢しか見ないからな。あ、怖い夢。明るい話なんない。何かに疲れてるのに。何だろう。それね。そう、なんかね、夢占いってあるじゃん。うんうんうん、あれで、この間見た夢を検証したの、この間。うん、で、自然災害的な夢を見てしまって、うん、いい時が降ってくる夢なのね、うん。それこそ映画とかでしかないような夢。かっこいいやつ。かっこいいけどさ。そう、実際になったら怖いんだなって思いながら見てて、うん、で、それを一個一個検証したの。まず、逃げると、隕石って落ちるってやつをね。だから全部何かに追い込まれてますねって言われて。ちょっとほんとそれ同じパターンなの一個一個、ちら。一個一個。追い込まれてますねって言われてチラチラ見つめられてるけどちょっとほんだ追い込まないで追い込んでる思い出したもいもいじゃあ次私の夢いくよもいもいが思い出してる間に、うん、私はねなんかすごい面白いのだと映画みたいになっててクレジットとかついてるよ、うんエンドロールとか物語だ一番最初にちゃんとオープニングじゃないけど、うん、あってで最後にそのスタッフロールがあって、うん、ファインまで全部でファイン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 フィンだよちょっと待って待ってごめんねフィンだフィンだフィンだファンなのファインファンファンファンなの何フィンじゃないってフィンじゃないの何ほらなんかフランス語フランス語でファンなんだってファンなのちょっと待ってみんな違うじゃんみんなバカにできないよ私のことただファインではないからなファンだってほらファンだよ勉強になったねそれでねなんか結構サスペンスものの怖いやつで、うん、こう最後にみんなだんだん死んでくるんだけど、うん、なんか生き残った人たちと私が生還して終わる、うん、登場人物なんだねうんおー。私主役や。主役や。主役や。おー、よかったね。よかったね。それはよかったね。僕の見て。主役や。どうや。エンドルル全部本田マリコ。本田マリコ。遅延やん。ちょっと、遅延落ちだよ。結構怖いんだよ。いい映画。怖いよ。いい映画だった。いい映画なの。ほんとよかったね。みんな結構あれなんだね。シリアスな感じなんだね。そうかも。うん。でも思い出した。怖いな。なんだろう。最近見たの。最近じゃなくてもいいよ。あ、でも最近のしか覚えてないからいい、最近。いい、嘘でしょ。なんかジェリービーンズってわかる？うん、わかる。こういうちょっと長めのやつ。いろんな色が。これがね、いっぱい踊ってる。いっぱい踊ってて鼻の穴に入ってくるの。なんで全部
鼻の穴に入ってくると思います。いや、怖い。怖いね。そっかそっか。ね、そんな怖い夢も見ました。どうだったでしょうかね。ね、はい、リスナーの皆さんからのお便り、どしどしお寄せください。お便りは、ダンティスネットラジオのメールフォームから送ってください。お待ちしています。続きましては、男塾合格でしょうかのコーナーです。おす。このコーナーはよくわからない事象に対してパーソナリティの私たちが入塾か否かを判定するコーナーです。です。うっす。うっす。早速ね、どこにね、来るのかな？どこに来るかな？でもなんかね、やっと骨のあるやつが出てきたね、この間からね。うん。じゃあ行きますよ。栃木県ラジオネーム。喜びキャンペーンさんからいただきました。まあ、おめでとうね。ありがとうございます。ひょっとしたら、ユートピアって栃木なんじゃないでしょうか。ということは、栃木県民の僕でも入塾できるんじゃないでしょうか。んなんでユートピアカタカナだね。ちょっと待って。なぜユートピアは栃木に決まってんだよ。どうか。健康だな、健康だな。ユートピアってあれかと思った、スーパー銭湯とか。でも、カタカナだね。ごめん、私もなんか笑いに行く。なんでなんでユートピアって、ユートピアでいいの？ユートピアってさ、そもそも日本語にするとなんだっけ、なんかさ、ほら、天国的な感じじゃなかった。楽園みたいな。あ、そっかそっかそっか。うん。栃木が素晴らしいって言いたいだね、じゃちょっと待って。おめでたいね。ん？本当よね。だって栃木だけじゃないわよ。ユートピアは？ユートピアは。おお、言ってやり、言ってやり。うちの神奈川だってユートピアなんだからね。おっと、うちの。終わり！ユートピアって由来ねえのかよ。なんでユートピアなのか知りたい。ちょっといいこと言うからさ。おい、おい、おい、じゃあ聞こうじゃないか。それぞれが住んでる場所がユートピアなんだぜ。はい、続きまして。愛知県江口和介さん、僕が打ったホームランが面白いように担任に直撃する夢を見ました。僕が男塾に合格したら甲子園も夢じゃないと思います。よろしくお願いします。ありがとう、こんな可愛いけど江口和介だからね。ペンネームね。世代がなんかあれどうなんだろう。君知ってる世代なのみたいな。僕が打ったホームランが面白いように担任に直撃するダーン、相当恨みを持ってるよね。そうだよね。だって面白いようにって自分で書いちゃってるってことはさ、ね、打った瞬間すごく面白かったんだろうね。担任の先生がちょっとね、あれなんだよ。そうだよ、ね。嫌われてた。でもそれ、妬みじゃないのかい？ひがみじゃないのかい？でもね、うちの高校の先生も嫌われてた。みんなにトレパンって呼ばれてた。トレパン？なんでトレパン？トレーニングパンツ履いてるから。そうなの。でも、その、マサルさんのトレパンに似てたの。ほんと色ちゃった、色がついたサングラスだっけ、サングラスをかけてて、唇の血色が悪いの。そう。体育座りで追いかけてくるよ。それでもマサルさんでいいんじゃないの？何が何が？マサルさんに出てるトレパンって先生に似てるんだって。ほら、怒ってない。重いな。もう次元爆弾が爆発したじゃないか。種が割れた。シードが、シードが、シードが来るから。デスティニー的なものなんだよ。いや、でもね、変な先生いたね。いた、いたみたいな先生いた。どんななの？なんか違う、なんかね、それが、オラって感じじゃないの。なんか、すごいおとなしい先生なの、とりあえずは。おとなしいんだけど、なんか言うこと怖くて、指をなんか常に上下にこうやって動かしながら、あら、お前、あれだぞ、そんなことしたら、マジぶっ殺すよっていうの。なんか言い方割と控えめでいらっしゃるのに。そうなの、すごい控えめなの。だから怖いの。怖い。そう、なんか。やばい。そうなんだ。なんかリズム取ってたんじゃない？これ指で。なんか考えてんだよ、きっと。そうね。これ、その指を振ることによって自分の頭の中整理してんだ。そう、たどり着いた結果ぶっ殺すようだったんだ。怖い。ラッパーなのかもしれない。あ、マジで？お前はこれを間違えるから、俺はお前をぶっ殺す。ちょっとそこまで全然リズム乗れてなかったけど。この人はどうなの？入塾なの？イナなの？どうなんだろうね。なんかそうだね。根本的なことはセッサーそうだよね。さっきのやつ風にスルーだから。さっきのね、スルーだもんね。さっきのじゃない、ない。ない。こっちの人は、なんかでも、ね、面白いように当てちゃったところにね、やっぱね。そのコントロールは買うよね。うん。うん。じゃあもう決めていい？いいよ。うん。いやー、その根性。本田塾だね。新しいのできた。どうしたの？なんで本田塾作っちゃったの？私経営した覚えはないよ。まだまだ
服の下ぐらいにあるものにしてみました。下男好きはあるでもないけど入り損ねたものをここにねこうバカパスみたいになるほどねこのねいつね私塾長なんでしょきっとそう本田塾塾長だそうだねいやこれ本田塾じゃんいらねえよこの人もおめでとう開校おめでとうだよ勝手に開校されてたよなんか金一封送っとくわもらうわはいということでねなんかどんどんでも入塾増えてくね、うん、そうだね、うん、ありがたいことです、はい、リスナーの皆さんからのお便りどしどしお寄せくださいお便りはダンティスネットラジオのメールフォームから送ってくださいお待ちしていますそして次のコーナーはありがとうのコーナーのコーナーもいもいは毎回そこのありがとうを書いてくれるんだね楽しみにしていますあのね今ねもいもいのね口の方でピクって違うこのコーナーはここになった時にこそ前は向こうのコーナーですそこけー否定されたよ応援されたこんなに応援されたの楽しみなの本田塾の塾長だからだよはいじゃあもう一回お願いしますはい埼玉県納豆さんからいただきましたありがとうございます、はい、ありがとうございますどう考えても焚き火の煙が自分の方に向いてきます人生の厳しさを教えてくれた焚き火ありがとう超受けてる人がいるんだけどあ、ツボったらしいね。ちょっとマリリンツボってますね。ツボってますね。でもいるね。うん。なんでそんなに受けてるのかな？君はなんでそんなに受けているのかな？大事なことだから2回聞かれたね。ゆっくり言うな。いやそうでもいるね。これね。それだけかよ。完全に面白かったね。私とかよくこれなの。焚き火くんの。くんの。多分焼肉とかでも来るよね。なんかそうなの。なんかいつも煙来るのね。かわいそうな私。そうね笑うんだ。かわいそうすぎても。うん。どん底なんだね。誰の腹笑い誰の笑い声だったんだ悲しいっす、うん、なんか僕はみんなはこれはなんか思わないありがとうってあ厳しさ教えてくれ た, くれたあじゃあ本田もそう思ってるんだねうん厳しさ教わったんだ厳しさ教えてくれたでもじゃあ前髪結構焦がしてる人焦がさないよ火まで来るのえなんかさほら飯盒水産とかさやるじゃん、うんうん、そうするとさ前髪いつの間にかこうチリチリってこう 白いものがこうあれみたいな何それみたいなあそういうのじゃないなクラスに一人ぐらいいるじゃん本当あでもないなそこまではなかったそこまではなかったでもハンダゴテとかわかるやってて、うん、なんかうっかり髪焦がすとかはありそうハンダゴテでどうやって髪焦がすの多分すっごい顔近づけてたんだこうやってこうやってギューってあーなんか触らないねこれ、うん、そうだねなんか残念ながらねうんでもそっか焚き火的なもので大丈夫焚き火的なもので髪を焦がすクラスメイトかい、うん、でもねあ全然違う話しよいいよ私プロレスのさ、金網デスマッチとかも好きなの。そうするとさ、四隅でバーンって爆発、するとき、テンション上がるね、あれの灰がね、すっごい来る。私のとこに。これじゃん嘘この時期には来ないけど、このデスマッチの灰が、バーッすごいね前の席にいるから行けないんだけど。アウトだよまいまい、それは焚き火で、煙が来るよりすごいことだよ。あれすっごい来るんだよ。ほんと火薬。ほんとすごい。灰飛ぶんだ、知らなかった。灰飛ぶ、灰飛ぶ。灰飛ぶんだよ。わぁでも、金網デスマッチとか私テレビでしか見たことないから。ほんと私もない、テレビでしか。まあまあそうだよね。川崎球場とかでさ、やってくれる。連れてってよ連れてってよみんなで行こうみんなで灰かぶって帰る。みんなで灰かぶって帰る。怖いよ。うん。いや、怖いだろうね。うん、怖いよ。ガシはあんまかぶんなそうだね。私、かぶんなそうだねってすごいね。私、かぶんないね。あ、でも、あれは危ない、ね。でも、なんか、うん、私の周りの子もそういう子多くて、その、煙が来るっていうの。焼肉とか食べてる時に、うんうん、なんか、その子席変わるんだよ、なんか。なんか煙来るから嫌だって席変わるじゃん。でも絶対その子の方行くんだよ。なんかね。なんか引き寄せてんのと思うよ。わからないでもない。うん、絶対引き寄せてる。好かれてるってやつかな。あ、やったじゃん。なんでそんな嬉しそうなの？いや、それほどでも。面白くない。
本田モテモテ、ありがとうのコーナーですね。何じゃあ、そんな人生の厳しさを教えてくれた、はい、なんだっけ、煙だっけ、煙さん、煙に、ね、に、はい、ありがとう。はい、次。はい、次はラジオネームひとしさんからいただきました。はい、ありがとうございます。友人がしらす二郎のモノマネを披露してくれました。しらす二郎、全く誰かわからずネットで調べたところ、かなりの偉人にびっくり。偉人、偉いんだ、うん、知識を一つありがとう。何したりとか書いてないの。え、何その偉いっていう知識、しらす二郎、どうしよう、しらすって、しらす、ありがとう、感じ、魚とかね、ちょっと知らんかと思った。あ、しらす二郎ってすわ、しらすの巣に二郎か、うんうん、なんか、みんな知らないんじゃない、今ここにいる人全員知らないよ、知らないね、この多分スタッフさんも含めて知らないんじゃないか、だろうか、知ってらっしゃる人っていますか、知ってらっしゃる方、しらす、うん、しらす二郎、今みんなでウィキペディア見てます。今みんなでウィキで調べてるみたいなんで、これはみんな知らない偉人なんじゃなかろうかと。でも偉人でもモノマネでしょ。モノマネ、そう、モノマネ披露。どういうことなの？これは動画が残ってるってこと、この人の。それともこの人は最近の偉人なの？あれじゃない、よくほらザビレのモノマネする人いるじゃん。ああ、そういう、そういうことか。ペリーとかそっちの。そうそうそう。じゃ、黒船か。あれじゃないの？しなさいみたいな。シラスをその、うん、持ってきた人なんじゃん。シラスっていうものを。これは踊り食いなさい。あんまかろうけ。消費をかけなさい。そう。やろう。あ、でもそれしか出てこない。シラスだから、そのきっとシラスを伝えた人だよね。うんうん、あ、そうだよ。これ食べれるんだよ。うん、そうそう。知ってた。でも次郎だから長男じゃないから。あ、次郎は長男じゃないの、法則。そう。長男に教えてあげたのかな。長男に食べれるんだよ。すごくねって。そこ大事だよね。なんか最近ジローネタ多いね。そうだね。でもそんなね、偉人になれたらみんな偉人だわ。あ、そうか。いや、なんか。偉人。うん。知らん。え、何でした人なんだろうね。ねえ、知らん。だから。モノマネってことは、だから。だから、それ貫くんだよ、ね。なんだよ、その主張は。長男に知らすを教えたっていうのが。もうそれがもう。違うよ。まあ、でもモノマネだもんね、今言ってたけどね。そう、そこが大事なんだよね。どんなモノマネなんでしょうね。じゃあみんな端からしらす二郎のモノマネしてこい。じゃあまずモイモイからいこうか。何いいよ。ダーミンから。いきます。3、2、1。真っ白に燃え尽きたぜ。面白くない。そこが入ったよ。すごいよ。あれ、名シーンとかけたんだけどな。じゃあ、ゴシゴシゴシ。何も言わないの。そっか。あ、そっか。3、2、1、はい。面白くない。あれ、あれ、あれ、言わない、言わない、今の違う、今のなんか音声。日本こそか。もう一回行くぞ。3、2、1、9。あ、これ、来ない。これ、うまいから、食ってみろよ。食べよ。何萌えのアピールしてるんだ。何女性リスナー取り込もうとしてるんだ。今のそうだったね。かっこいい感じだったよね。なんでその笑えばいいんじゃないのみたいな。笑えば笑えると思います。じゃあ大鳥を務める。大鳥を言われてよ。すごいの出てくるよきっと。やだ、ないよ。ワク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 。知らす知らそう。知らしすどこ行ったんだよ。シラスが世界を変えるんだ。なんてこんな。ちょっと面白かったよ。本当。ちょっとね。え、シラスわかりました？シラス二郎さん。ウィキペディア先生に。はい。GHQ と当たり合った官僚さんですね。え、シラシゲル首相の。要は昔の、官僚さんですね。外国とこ渡り合ったと。ああ、すごい人なんだね。従順ならざる唯一の日本人と言われたそうです。官僚だって。官僚だ、官僚だよ。 GHQ だよ。シラス二郎。
DHC しか知らない。あの人さ、次男だったのによく頑張ったよね。次男なの結局。やっぱり次男だから。ね、結局次男なんだ。いや、でもすごい方なのね。まあ、完了ということでね。うん、完了、完了しましょうかね。ちょっと。やばいわ。親父ギャグか。はい、おいおいの。親父ギャグで。おいおいの美味しいのが出たところで。はい。面白くない。リスナーの皆さんからのお便りどしどしお寄せください。お便りはランティスネットラジオのメールフォームから送ってください。待ってます。さて番組もそろそろ終わりとなりましたよ。なりましたよ、はい、なりましたよ。うん、何4回、うん、4回でした。何だろうね。2人ともどうだった。会話した気がする。本当楽しかったね。なんかこうマリリンと、うんうん、ガイシーと、うん、会話をした気がする。今までのは会話じゃなかったの。あれ、あれ、日常会話をした気がする。今タイトル入りました。うわー、ポジティブ。素敵だね。やった。やった。やった。え、どうだった二人？マレだよ。二人、あのマリには。なんかね、うん、そう、いろんななんか最初の入りも面白かったしね。なんか笑いをね、自分がね提案したからね。そうだね、笑いをこらえるのに必死だったよ。なんかモイモイのあのスーって入っていき方をすごい必死でこらえてたよ。あれ言ってあげてよ。何？笑えばって。何を？笑えばいいと思うよ。そんな笑いを求めてねえよ。ありがとう。じゃあ嬉しいわ。そうだね。なんか楽しかったよ。楽しかった。でもなんか、うん、そうなんか空気がね、うん。なんか頭が来たから今から今から今からエンジンかかってきた。ヒートアップ、ね、ヒートアップ何言ったのかと思った。ヒートアップ終わりにヒートアップするっていうね。ね、うん、だから今日ね、一日ずっとささくれ気になってたの。もい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 集中しなきゃと思いながら、なんか血が出てきた。何だか終わりましたよ。何だかよ。もいもいが流血。このラジオ中はずっともいもいささくれをもいもいしてました。うん、みんなも気をつけるんだぞ。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。はい、お相手は長野原美代役愛沢舞と、愛尾優子役本田真理子と、水上舞役戸賀志美鈴でした。この番組は東雲研究所の制作でお送りしました。終わります。